家屋は人が居住する建築物のこと。うち、住宅。生物学的な表現をすると人が作るすといえ、一般に固定された場所に頑丈な素材で建設される。ただし、人が定住生活を送るようになったのは最近の話であり、それまでは移動式の住居を用いていた。現在でもモンゴル人のゲル、中国の水上居住者や、 東南アジアなどのハウスボート、欧米諸国に多く見られるようなトレーラーハウスのような移動家屋が存在する。しかし、テントのような仮設のものは家屋とは呼ばれない。また、固定された場所であっても、洞窟内にそのまま住むような場合は一般に家屋とは呼ばれない。最低限、人が風雨をしのぎ、そこで安心して寝起きすることができるものが家であり、また、 そこで居住を共にする者が家の仲間であり家族となる。家屋はいわばそうした家族のための器と考えることができる。豪華な庭園、プールなどを備えた豪邸と呼ばれるものや八家の泥のように百を超える家庭が居住する大型の家屋もある。逆に貧弱でつましい家屋としてはホームレスの段ボール箱やブルーシートを固定した空間などが挙げられる。 日本では1881年に奈良県河合町サミパの4世紀後半の前方公園墳から出土した家屋文教の家屋の図像が最古のものとして知られている。日本の税務、不動産登記実務上では以下の三要件を満たすものを不動産登記や固定資産税の対象となる家屋としている。なお、長期間居住者のいない家屋は、 空き家といい、居住者がおらず荒廃した家屋は廃屋、あばら屋などと呼ばれる。日本では住宅を撤去してさら地にすると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、相続した住宅をそのまま空き家にしているケースが増えていることが2014年に確認されている。同年には、市町村が倒壊の恐れがある、特定空き家の撤去や修繕を命じること、また、行政代執行も、 可能にする空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立した。2020年2月25日、2017年10月国土交通政策研究所の調査によると、無回答を除くと千人職員を置いていない市町村は約32%に上り、空き家がある自治体のうち対策をした実績があるのは約13%にとどまった。家屋内には、 人以外にも多くの生物が出現し、様々な生活を行っている。その出現の理由も、家屋の利用の方法も様々なものがある。例えば、ダニモ目では、家屋内で発見された種が5ア目にまたがって、総計149種知られ、日本国内でも100種以上が記録されている。もちろんこの中には、外部から一時的に侵入したもの、偶発的なものも含まれる。ある程度、 常在的に生息するものには、以下のようなものがある。家屋に生息する動物には、しばしばその地域では、家屋でしか見られないものがある。また、そのような種は、往々にして、世界的な分布を持つ。これは、人間の移動に伴って運ばれるためと考えられる。例えば、雲の場合、野外にも見られるものから家屋内でしか見られないものまで、あり、純家屋製の種は、 世界的に広く見られる例が多い。これには、足高雲、チリ雲、浴衣山白雲、大姫雲、茶筋廃取等が挙げられる。家屋の建っている敷地、または家屋などを含めた敷地全体を屋敷という。なお、大きな邸宅のことを、お屋敷、御殿ということもある。空き家率、過去最高の13.5%イコール山梨、長野が上位。 総務省時事通信2014年7月29日放置空きや対策法成立立ち入り調査可能に日本経済新聞社2018年2月24日閲覧京都新聞2020年2月26日長官以下ダニに関する記述は抗原編長 P60 から68によるヤギ沼 P78 ありがとうございます